富津つ市民花火大会は、千葉県富津つ市で、毎年7月下旬に行われている花火大会。打ち上げ数は、約6000発。東京湾最大級の水中花火を打ち上げるのが、特徴で、砂浜の上で観覧できるのも、特徴の一つ。2014年に休止となった、東京湾高道路建設促進富津つ花火大会に、代わり開催されている。富津つ市では、 1963年から2014年までの52年間に、わたって、東京湾高道路建設促進フッツ花火大会を実施していた。同大会は、市と横須賀市を結ぶ東京湾高道路建設の促進を目的に始まったもので、市や商工会、観光協会などで構成された実施委員会が主催し、例年、千葉県内外から約6万5千人を動員する。 市内最大級のイベントだった。しかし、2014年8月に、市は深刻な財政難に陥っていることを公表、2015年度以降の歳出を減らすため、同大会の休止が決定した。2015年6月、花火大会を継続させるため、市の観光協会や木更津法人会富津地区の有志らによる富津市民花火大会の開催が発表された。 予算は実行委員会が集める個人、法人による協賛金や転倒募金を募り、市は県への申請手続きなどの講演に回ることとなった。準備期間は3ヶ月弱ではあったが、目標としていた協賛金とボランティアスタッフを確保し、2015年7月25日に第一回大会が開催された。2016年以降も本大会は毎年実施されているが、 2018年は台風第12号の影響により第1回大会以降初めての中止となった2019年第5回富津市民花火大会の開催時ありがとうございます